はい、オルガンライフです。皆さん、動画とか音声のファイルの変換どのようにしてます？まあソフトが対応してれば、まあ、そのソフトで出す、いろいろなソフトを組み合わせて出力する。まあ確かにその方法いいんだけど、まあどれがどの組み合わせだったかな。それとちょっとした変換をするのにごついソフトがいる。まあ有料のソフトをまあちょっとという感じで使ってる、まあそんな人も残念ながらいるのかなと思います。ただ合法的、無料で簡単に変換できる方法がありますね。ちょっとコマンドライン使わないといけないですけど、 FFmpeg、 これを使えば簡単です。それ今回適当な動画ファイルとか音声ファイル、 MOV ファイルとか MP4、 あとは MP3 の音声、それを WAV に変える方法、これ簡単ですね。まず FFmpeg をダウンロードします。これ検索すれば一発で出てきますね。それ FFmpeg のサイトから Windows 用のソフトをダウンロードしてください。ただこちらインストール自分でやらないといけないですけど簡単です。できたファイル ZIP ファイルですので中を開きます。中このようにたどりますと実行ファイルがあります。 FFmpeg、 これだけをコピーします。右クリックコピー、そして次に C ドライブの下に適当なフォルダー FFmpeg、まあ、私は FFmpeg としました。それを作ります。そのフォルダーの中に入って先ほどのファイルをペーストしてください。右クリック貼り付け、これでインストール完了ですね。そして次に何か変換したいファイル、今回は MP3 の音声ファイルを用意しました。それをフォルダーにコピーします。次に Windows の検索のところで CMD って入れます。そうするとコマンドラインが出てきますのでクリックしてください。そうすると黒い画面ができます。それここでこのように入れます。 CD スペース延期号、先ほどのフォルダー名ですね。まあめんどくさければフォルダー名の最初の数文字入れてタブを押せば保管されます。そしてエンターですね。で次に FFmpeg、 途中まで入れてタブキーを押せば入力保管されます。でエグゼバル入力したらスペース、そしてマイナス小文字の i スペース、そして変換する前のファイルを入力します。そしてスペース、その後変換された後のファイル、今回はアウトプットをウェーブにしました。アウトプットピリオド WAV、 これでエンターを押すと実行されて変換されます。これだけですね。これ i の後に入れるファイル、そしてその後にスペース開けて出すファイル、そこを WAV にすればウェーブで出せます。まあ、逆にウェーブを MP3、 それもできますね。 i の後にウェーブ、そしてスペース開けてアウトプットを MP3、 これで変換されますね。これを使えば簡単に変換できます。ちょっとコマンドライン使わないといけないですけど、慣れれば簡単ですね。無料、合法、そして安心。それコピーした実行ファイル FFmpeg exe、 これはそのまま取っておいてください。ずっと使えます。こんな簡単に音声ファイルとか動画ファイル簡単に変換できます。ぜひ試してみてください。ということで、バイバイ。